変よ。大変大変。まずはね、ここにかけてあるやつ、あとぬいぐるみを全部ね。そう、気をつけてやるわよ。外れそうにならない、全然大丈夫。寒い。部屋の中めっちゃ寒い。あと3、1時間でちょっと上の荷物を出さないとダメよ。っていうか、この台をどこに置くかだよね。これを。カレンダーもね、ここにいっぱいあるんだね。よいしょ、よいしょ。とりあえずね、この脚立をね、脚立を、これを動かさない限りロフトに上がれないの。これ、こいつを動かさないと無理よね。あ、怖いな、怖いな。動かすの怖いな、これ。動かせるかしら。なんか物落ちてきそうな感じ。怖いな、マジで。無理じゃないけど、無理じゃないですよね。マスクしといた方がいいね、一応ね。で、今日もらったマスクね、しておきましょう。こっちの美髪マスクね、美しいマスク。物多いよ、物に溢れてるよ、マジで。ちょ、電気がつかないのが一番きついね。ええ、このコーンとか全部消さないとこれね。はい、おはようございます。イルミネーションとかもうそのまんまだしね。この間のクリスマスのイルミネーションがさ、これはそのままでいっか。これはちょっと横にすればいいんじゃない。あ、怖っ。そうですね、横にすれば大丈夫じゃないかしら。こんな感じ、とりあえず。カメラ撮れない、ちょっと待ってよ。はいはいはい、戻ってきました。あら、何これ。これで OK かしら。見えてる？で、このぬいぐるみがここに入ってるからさ、ね、ぬいぐるみも、このさ、脚立じゃなくて、なんていうの、階段を使わなきゃ上に登れないの。ね。で、ここからはね、解禁してきますね。今まで私のロフトを見たリスナーさんはいませんので、今日は特別に見せてくれてね。私の部屋のロフトがどんな風になってるのか。よいしょ、戻ってかな。はい。さあ、階段が出てきましたね、階段がね。はい。ここがね、秘密のロフトでございますよ。秘密の。よいしょ。登っていきまーす。全然コメントが見えないね。これでもこう。なんか見えるでしょ。ほぼ布団ですよ、布団と。いや、あんなっちゃうわ。これ1時間で下ろせないな。まあ、これはゴミだな。これはゴミですね。いや、ほこりすごっ。洋服とかいっぱいあるから洋服捨てちゃおうかな、このまんま。あ、でも可愛い洋服とかあるわ、白くて。結構洋服あるね。いけるかな。よし。洋服ね、入れるとないで、もうクローゼットね、簡単なんでね。クローゼットは。あとね、布団なんだけど、布団とパソコンとかあるのよ。あとこういうクリアケースとか、ね、クリアケースはもう捨てちゃおうかな、これ。あとプリンターとかね、デッキとか。クリアケース捨てる。怖い。
怖い。全部捨てた方がいい。貯金箱とかいらないよね。貯金箱なんだけどさ、明らかにいらないよね。プリンターあるんだけど古いやつね。もう足の踏み場がない。やば。とりあえず。あ、いた、いた。大丈夫。このパソコン一人で下に降り落ち、大丈夫か、俺結構古いやつなんだよ。これちょっと怖いな、下ろすの。結構重い、10キロ以上なんだよ、これ。パソコン。これね、2人がかりで乗ってた。デスクトップ、デスクトップ、すんげえ重い、昔のね。昔のデスクトップよ。いや、もう間に合わないし、9時半に行くんだよ。9時半。9時半にゴミ取りに行くんだから。あ、怖い怖い怖っ。ちょっとゆっくり行く、ゆっくり行く、マジで危ないこれ。マジでゆっくり行くよ。痛い、あ、怖い怖い、痛い、痛い、重い、あやだ。階段が抜けそう、階段が抜けちゃう、うん、よかった。ゆっくりね、10キロ以上あるからね。暑い、自宅系熱っ、これぐらい落としても大丈夫、ね、今度ね、スピーカーね、スピーカーっていうかね、これなんていうの、アンプっていうの、これカセットデッキ、 CD デッキがね、このでかいやつ、これはちょっと重たいんだよ。休憩休憩しましょう。いろいろ出てくるよ。だって上だって何畳あるか、2、3畳あるよ。上だけで。ロフトの上だけでね。今度モニターがある。パソコンの。これも重たいな。相当古い、古いモニターだ。あ、怖い怖い。怖いわ。危ない。重い。あれ重い。重い重い。怖い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 。どうなってんの、どうなってんの。何これ、何で引っかかってんの、何これ、何これ。あや。これも落としたいな、上から。これちょっと怖いな、これ無理だな、一人じゃ。下ろせない、これ。この高さから。ちょっと危ない、マジで。私が落ちる可能性がある。これ相当重いな。とりあえず軽いのだけ、軽いのだけ落としちゃおうか。相当高いからね、このロフト。結構な高さあるからね。いや、ちょっと埃で滑りやすくなってる。なんか、もう一個モニターがあるんだよな、これもちょっと怖いな。ちょっとね、線が届かない。とりあえずこんぐらいでいいかな。あと布団だからちょっとわかんないんだよ、これ見てもらわなきゃ。私の布団だから、私が布団じゃないから、わからないんだよね。布団引きなさい、布団が引いてるよ、私。布団が引いてる、お客さん用とかね、使ってない布団だよ、これ多分ね。これも怖い。これも怖い、このプリンター超でかいんで、A3。A3 のプリンター、これ怖い。ん？ん？大丈夫、下に洋服引いてよ。え？全部ゴミでしまった、これ上なの。いよいよして。いやいや、そんなのないから、傷ついちゃうと。重い、相当重いよ、これ。下の方がいいかも、そっちに。階段の下にとこ。腰痛くないです、すごい重いなって。これが大丈夫なの、モニターが、ね、重いよ、本当に。布団どうする、あるよ。布団下ろしたら大丈夫かしら。
そこに。下ろして、その上に置くと。布団重ねば大丈夫じゃんって。俺は相当重いよ。落としちゃうよ。飛ばない。ない。このもやっとは丸めれば大丈夫よ。俺に。相当重いよ本当に。はい、このまま行くよじゃあ。大丈夫。これぐらいしか何もない。何これ着物じゃん。何これ、この着物はどうすんの。こんなに着物あるの、こんなに着物あるの。これ相当ある。束でこんなにあるよ。箱じゃなくて、こんなにカーテン。これカーテンが出てきたよ。これ使ってないやつ。あ、やだ。スキーとか出しちゃおう。扇風機はこれ一緒に扇風機出しちゃおう。もうなんだ、目がないよね。使う？なんだこの面だらけ。やばい、なんかな、9時半、9時も9時。あ、でもだいぶすっきりした。どんぐらい乗るんだろう、ゆんちゃんの車。それにもよるよね。一回で行けんのしょ、これ。え、横浜雪が降ってる？嘘。雪降ってんの？あ、やば、9時になった。なんだろう、この面白い。だいぶ綺麗になった。だいぶ。ユンちゃんの、ユンちゃんなんかユンちゃんのどんぐらい乗るの？それは全部落とせた。あるよ。ほぼ半分以上そうだよ。私の荷物。ちょっと取っ替えようかな、これ暑い時だっけ。あ、じゃあね、うん、
暑い。暑すぎ。マイコスが言ってるんじゃないか。ジラピケ暑い、マジで。ねえ。窓開ける。窓。ぬっちゃんいないかな、移動中かな、今。どれぐらいの分だろう、何トントラックだろう。開けてなかった。1日かかる、もう終わり。これ下に下ろして乗せるだけよ。1日かかんない、もうあと捨てるだけ。これで乗らないって言われても、もう一回出すと、まあ、なんとかね、でも普通に廃棄業者だから、多分ね。乗ると思うんだけどね、普通の廃棄系だとね。ロフトは私の今下にある荷物。川崎の雪降り始めた？あー、マジかね。トラックって言ってたら、トラックってどんなにトラックなんだろうね。おはじょり。何掃除してんの？今日取りに来てくれるか、リスナーさんが。この荷物の。うん。出た。音楽流れてないもしかして。もしや。あ、音楽流れないのかな、こっちにしろ。ユンちゃんいないかな、ユンちゃん。ユンちゃん見てないかな、今。ユンちゃーん。30分遅れるって言ってた？ 9 時半でしょ、9時半。っていうか、あと2分だけど。いや、大晦日って言ってて、大晦日。だってさっきコメントしてたもん。ユンちゃんいないかな、どこら辺だろ、マジで。大丈夫、来るから。まさかないでしょ。まさか今年最後にそんなことないでしょ。来なかったら大変なことになる。いや、来ないってことないっしょ。ていうかもう40分経ったんでしょ。マジでやられた。